その特徴面白いやんか。その感染症にあったところはさ、権威主義とか厳しくなりやすいって、だからやっぱり統率ないとってことやろ。触るなって言ったやつ、みんな触るなってことを守らんとやばくなるから、やっぱちょっとその声が強くなるってことやろ。このままだからうちらは 近代以前に戻るのか、もうちょっとその多様性が大事っていうのを認めて、なんとなく人権問題も10年20年の単位で見たら良くなってると思ってる派なんやけど、これどうなんかな。みんなどうか分からんけど、現状は変わらんかもしれんけど、意識は高まったよとは思ってんね。これは取りもなさず、いわゆる人文系社会系の研究者の成果だと思ってるんだけど、僕らは作られた概念権利っていうのも僕らすごい意識するようになったのは、本当に人文社会系の皆様のおかげって言ったらないけどもと思ってるんやけどね。ちょっと空気田さんもちょっと教えてほしいね。その近代 に戻るのかなるのかとか、そんなんだ。その人権っていうのが作られた概念だっていうところは結構重要なポイントで、つまりあまりこう自然とか言うとまた厄介な問題を引き起こすんですけど、我々のこう自然な情動っていうものがなんかこうからしてしっくりくるものとそうでないものっていうのがあって、例えばそういうふうに近代になって作られた言葉だったり概念だったり、まあ例えばですよ、コスモポリタニズムとか、まあその人権であるとか、まあ平等とか、まあ人類は平等なんだ、まあ私もあなたも同じ大切さです、私の家族も他人も同じだけの重要さを持っているんですって、そういう考え方って、だからこう新しく作られた考え方なんで、多分人類がずっと持ってきた脳とか情動とかの仕組みとなかなかこう相入れない。こんな話はね、中尾さんにしてもらった方が絶対いいんですけど、私が中尾さんの前でこんなことをペラペラ喋るのはとても恥ずかしい話です。だと思う。だからこう、いやだから頑張らなきゃいけないんですよ。で、宮野さんおっしゃるように良くなってきたと思います。やっぱりなんかこう一人の人がすごい権威を持ってみんなに言うことを聞かせたり、その自分たちのこのコミュニティの利益が一番で、その他のはどうでもいいっていうよりかは、いい世界になってきてると思うんですけど、ただこれ難しくて、で今のソーシャルメディアとかっていうのはどうも我々のこうもともと持ってたプリミティブな感情っていうのをかきたてるのがすごく得意っていう気がするんですね。で人工知能もそうです。ビッグデータに基づいて機械学習して人工知能何やってるのかって言ったら、我々の怒りとかなんかこう衝動的な欲望とかを駆り立てて、とにかくそのメディアをずっと見続けていたくなるようにさせるっていうのがすごく得意なんですよね。でそうすると我々のそのプリミティブな感情とかをこうかき立てられるので、ですからこのソーシャルメディアっていうのがこう民主主義に対する脅威であるというふうに考えられていると思うんですね。でそこはやっぱりこう技術のデザインだったり社会のデザインだったりで頑張らないといけないと思うんですね。頑張らなきゃ維持できないと思うんです。よくわからないんですけど、いやいやプリミティブななんとか全然僕わからないんですけど、率直な感想をすごく言うと、皆さんなんか大層やなというのが一番僕の本当に感想で、なんでしょうね、部族主義とかもなんとかもそうなんですけど、そんなにみんな他人にそんな関心なくていいんじゃないかなっていうのがまず第一で、なんでそんなに他人に関心を持っていちいち阻害したりとか仲間になったりとかそういうことを考え出すのか全然僕はよくわからなくて、根本的に自分が最低限の生活が守られればそれ以外何も要求がないので、皆さんその研究者意識にとらわれすぎじゃないかなっていうなんか研究者意識で社会に物を申すとか人に物を申すっていうそういう姿勢になんかとらわれすぎていて、なんか皆さん断るごとになんかこういうコロナがあったらとかなんか言わはるんですけど、そんな日常生活やんとかすぐ思ってしまうし、でこれも僕も研究者意識でものを言うと、数万年単位で考えればそんな感染症の中いくらでもあることなんだから、10年すれば終わるんちゃうかとか20年すればもう続いてるやったらそれでええやんとか、そのぐらいのことしか考えないんで、何なんでしょう、いちいちこういうことを考えなきゃいけないのかということを問い直してもいいんじゃないかなと僕は思ってます。
なのであんまり難しく物事を考えなくてもいいんじゃないかというのが僕の率直な感想なんですけど、そんなんでよろしいでしょうか。すいません。めちゃめちゃ難しくないですかこれ。どうしたらいいんでしょう。そうですね、なんかちょっとこんなことでいいのかわからないんですけど、もちろん今皆様は皆さん研究者で、僕も研究者を目指して大学でこう、まあ、博士学位を取ろうとしているわけなんですけど、なんかでも実際この時期まあコロナ限らずだと思っていて、その前から企業の人もそうだし、その他の団体、いろいろな団体の人もそうだし、下手したらただの友達とかでもそうだし、なんかそういう人たちでなんかすごい大事なこととか面白いこと言ってる人っていっぱいいるよなと思うんですよね。でそうするとなんか先ほど の, 宮野先生の話なのかもしれないんですけど、そのなんかとと宮野先生と杉谷さんの話なのかなと思うんですけど、普段から研鑽して問い直してみたいなことを何かしらについてやっていたら、別にそれは、研究者というか学者であるというようなことが十分言えるのかなというふうに思うんですね。でなんかでもそういう人がまあ多いといいなと僕は思ってしまいますけれども、じゃあどうやったらそこに近づけるかみたいなことを考えると、大学とか研究というものはその一個トレーニングとしていいのかなというふうに思います。なのでなんかそういう意味では、そのまあ、先ほど考えなくてもいいというような話をおっしゃったと思うんですけど、まあ嫌が応でも考えなきゃいけない人が出てきたっていう意味では、なんかコロナっていうのはそういう間口を広げてるのかなっていうような気はしています。はいはい、そんな感覚です。なのでなんかいろんな職業の人たちと話せたら面白いですよね。そう思ったりします。いや中尾さんのお話すごいいい話だなと思って、つい我々あたふたしちゃうんですけど、まあ、それも、ま、人間だと思うんですよね。こう今までにないシチュエーションでなんか脅威があると、ついその脅威というのも ものすごく大きく見積もってしまって、いやそんなもん昔からあったって言えばその通りだし、コロナで死んでる人よりもたくさんの人が、もっと違う病気で死んでるとかっていうことも確かで、そんなあたふたすることじゃないといえばその通りだけど、ついついあたふたしちゃうんですね。で中尾さんみたいに、いやそんなの何でもないじゃんっていうふうに思える人間って少数なんだけど、でも確実にそういう人っていうのも一定数いて、で私はそういう人間がですね、これからの社会の救いになるんじゃないか、でもっとそういうタイプの人間が増えていけば世の中良くなると思うんですよねっていう。だからなんかこう感情とか共感とか、それってすごくこう大事でいいことだというふうに思われるんだけど、そうでなくてもっとこう突き放してですね、目の前の危険とかそういったものを突き放して、もっとこう広い目で、時間的にもこう空間的にも広い目で世の中をこう判断できるっていう、そういうなんというかそういう形の思考とか知性っていうのがすごく大事で、そういうことができる人っていうのが、まあ、僕は偉いなと思って、あんまりできないんですよ、僕そういうのできなくて。でそういうふうにするべきだって書いてる本いろいろあるんですよね。有名なところではポール・ブルームっていう人の書いて反共感論っていう本があって、その共感は害であると、っていうふうに、とにかくこう共感みたいなものに動かされずに感情を抑えて冷静に考えなさいよっていうようなことをで、そういうことができる人ってすごく大事で、まあ多分世の中の人間が全員そうなったらかなり平和なんじゃないかなっていう気がするんですよね。どう？いや僕は偉くはないんですけど、のんびりやったらいいんじゃないかなって。いやね、ツイッターとか本当めんどくさくて、あんな見てる人頭悪いんちゃうかって逆に思ってるんですけど、
いやあんな見なくていいんじゃないですかね。だから世の中そんなにいつもいつもなんかコロナで何人とかなんとかかんとかってそんなんも言われんでも分かるし、なんかやばそうやなってのは分かるから、じゃあやばそうやったら近づかんとこうかなぐらいで、なんかそういう緩い感じでいいんじゃないかなと思うんですけど、中村さんとかどうですか。そうですね、まあ一方そのなんだそのはなんだその共感っていうことがある意味その、まあ、学問とかの研究者が共感しているときに多分2種類があるのかなと思っていて、まあそれある意味その問題っていうものをそのちゃんと受け止めて、まあ、本当にそれをどう対応すべきなのかなっていうような方向で考えているタイプと、まああとそれがある種その飯の種というか新しいそのなんだ自分 の, その研究の一つの糧になってくるっていうような形で、まあたかも共感しているかのように見えるけれども、実はそういうことではないっていう、まあそう両方あるのかなというふうに思っていまして、やっぱりこのまあね、確かに非常に長いスパンで見ればこういうようなことはいろいろあるし、あるいはそもそもね人間なんてどうしてもこのね頭があって手足があってみたいなこの形態っていうのはほとんど変わらない中で、そんな数百年で数百年前に比べて賢くなってるっていうようなこともないだろうなというふうにも思いますし、なんか一方ですごく進歩している、まあ、さっきのねその権利であったりとかっていうので昔よりも進んでいるっていうところがある一方で、まあ、そんなに変わるもんでもないよなと、でそこをどういうふうにまあなんだ両方見ていけばいいのかなというのをちょっといつも思っています。いや、そうやねんな。あのコロナの話でね、あの人によってそのコロナの不安感というのがすごい違うっていうのは多分一番問題になっていて、日本人とか韓国の方もそうなんですけど、すごく不安に思ってる方が多いっていうデータが出てるんですよね。なんか 70% がすごく不安、あるいはかなり不安に思ってるっていうことなので、まあ、3割の人はそんなに気にしてないんだけれども、気にしてる人の方がずっと多いっていう現状がある。あ、私自身はあんまり実はねそんなに気にしてない方なんですけど、いつもそれであの同僚とかとちょいつもこう落差があって大変なんですね。だからその辺、まあ、結局他人に関心を持たないっていうことを、まあ、私もすごいそれ好きなんですけども、私たちが社会生活をしていて社会的な生き物である以上、なかなかそれもちょっと限界があるということで、結局そこをどうするのかっていつも悩んでるんですけど、どんなもんなんですかね。そこはつまり違う人によってこう違うっていうのをどうすり合わせてなんとか やっていかなきゃいけないじゃないですか、社会として。そこをどうするといいのかな。すいません、先ほどの中尾先生の話も本当に私反省しないといけないなと思って、だからその通りなんですけど、例えば加藤官房長官が、これコロナでこんな亡くなってますけどどうですかって聞いたら、まあこんなん1000年2000年に比べればねまだマシですよって言ったら、まあ、大炎上で一気にクビっていう話になって、なんか私とか政策研究とかやってるとやっぱりなんかこう目の前の問題で10年20年でさえも長すぎるっていうか、なんかもっと短いスパンでいろいろ考えてしまうっていう思考の癖がついてて、そこは本当反省というか、もうそこに踊らされてたなっていう、本当に今日ちょっとそれは反省したっていうことが一つあるんですよね。ただ同時に先ほどね、あの先生からご指摘あった通りで、なんかこう社会で生きてる人たちに、他の人たちに、いやこんなんなんかもう全然なんとか大丈夫だよとか、まあファクトフルネスって本がそういう本ですよね。例えば数百年単位で見れば絶対この社会で良くなってるんだっていう話なんですけれども、それは今目の前で例えば社会の構造的差別に苦しんでる人への慰めにはならないわけですよね。だからそれはだから多分そういった大きなマクロの認識と、今目の前の人のミクロの認識、ミクロの付き合いっていうことは文法をやっぱり変えないといけない、文法を変えて付き合っていけないといけないはずで、それが多分社会においてどうやって生きていくかっていうことだと思うんですよね。ただ一方でその社会においてそのミクロのところだけで生きているアクセクしている人間だけになると、なんかこうそれはそれで間違ったことになるというか、なんか固いじゃって、あ研究者とはっていうね、先ほど中尾先生がおっしゃられたような、なんか窮屈な生き方になってしまうというようなことがあるんじゃないかなと思います。 OK、 そしたらそのもう大体時間もあれなんで、今日の取材がそのニューノーマル時代への提言っていうことなんで、まあ一人一人、まあ、今日の感想と合わせて、まあ、こういうことが大事だねっていう話できたらなと思ってます。まあ、名古屋さんはさっき言った感じで、まあ、いいとしたら飛ばして、まあ、順番にね、まあ、その僕から言うと、その変わら、僕最初に変わることと変わらないことって言ったのはやっぱりそういうことだよね。変わらないことって、人は必ずどうせ死ぬとかさ、そういう意味でさっき塩尻も言った多様性が大事っていうのは、もうそれはもうさっき久喜田さんが言った反共感と一緒やね。でも共感しちゃダメなのよ。多様性ってそういうことだから、嫌いなやつと一緒にいるってことだから。あ、その本当のこと、普遍性、本当のことっていうのを知ったらね、僕は僕の記事で書いてるんやけどね、
あのやっぱサバサバする、もっとさっぱりすると思うのよ社会が。それが僕多分福田さんとか中尾さんとか一緒だと思うんだけど、あのべきって言葉は使いません。僕が反対するのは、僕はの学問で言うとどんな論理でも受け付けることできるんですよ、幹だから、本当のことだから。でもね、べきっていう言葉には反論が生じますわ。だから僕本当は提言っていう言葉もすごいやっぱり本当は違和感、まあ、それをまあ僕のまとめに変えて、一人ずつそのなんとなく提言的なまとめ的な、ここ大事だよね的なことを、ちょっと時間あれなんでさっぱりとサク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 っと言って終わりたいなと思ってますけども、じゃあはい、そうですね、あのやっぱり今までと変わるか変わらないかっていうのは本当のところあの読めないところがあるんですけど、まあ、変わるとすればやっぱりこうコミュニケーションの仕方っていうのは新しくなっていくだろう。で、まあ、Zoom みたいなのがあの一般的になっていて、それでこう人と人とのこう対面リアルタイムのコミュニケーションみたいなものが取る時間が少なくなっていくんだけど、でも人間のなんかコミュニケーションってもう言葉を発明した時点から全然変わってきてて、言葉、文字、それからこう通信、電子的な通信、インターネット、ソーシャルメディアってどん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 変わっていってるので、その常に新しいこうなんていうかこう割合でですね、こういうタイプのコミュニケーションをこのぐらいの割合でっていうので、そこにこう人間順応してきたので、まあこれからも多分そうやって新しいコミュニケーションのタイプに順応していくんだろうな。でそのことを例えば、いやもっと対面のコミュニケーションが大事だ、まあ、宮野さんべきっていうのは好きじゃないって言ったけど、僕もそこの今までのこう我々のコミュニケーションっていうのはこういうものだったから、こんなこう Zoom でのコミュニケーションなんか本物じゃないみたいなふうにはあの言いたくなくて、どういうふうに新しいちょうどいいバランスっていうのをこうあの見つけていけるかなっていう、そこが重要かなと思ってます。提言っぽかったですね。はい、あのコミュニケーションということで言うと、やはり対面のコミュニケーションの重要性とは全く今後も落ちないというふうに思っています。で今日実際本当に私久しぶりに対面の会議したんですけど、ずっと楽しいですよね。 Zoom よりもねはるかに楽しいということなので、あのいや本当そうなんですよね。で、これ山際先生がおっしゃってたんですかね、あの私たちコミュニケーションを取るときに情報をその音声とそれから映像だけで得ているわけではないというふうなことをおっしゃっておられて、あのもっと他にあのいろんなところから情報を得てるっていうのがあるので、そこはあのやはり Zoom とかではどうしても代替できないところだなっていうふうに思ってるんですけども、あの例えば4回に1回対面にするとかっていう感じになるのがおそらく多分今後少なくとも数年はそんな感じが多分現実的なところでしょう。なので対面を全くなくすっていうのはあの特に1回生とかですね、学生さんやっぱり対面であの何か機会を作らないと絶対ダメだと思っています。なので、まあ、ありきたりな結論ですけども、まあ、うまく組み合わせるっていうことなのかなっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。なんかあんまりうまく頭の中でまとまってはいないんですけども、今日そうですね、今ふとあの考えたこととしては、まあ、他者と自分とのコミュニケーションとかそういう関係についてはやっぱりこう理解で、その理解の後に、まあ共感が来るか反感が来るかって、それはまあ個人の感情によるところだと思いますけれども、なんか原理主義に陥らないというところがまあ重要なのかなと、非常にありで、それこそありきたりなあの結論ですけど、そんなところをまあコミュニケーションとかあの SNS とか通してコミュニケーションツールが増えたからこそ、そういうあの日常生活での心の広さみたいなのと研究生活においてもそういったところが必要なのかなと思いました。でなんかもう一つ、その新しい技術が入ってくると、新しい働き方がっていうことを最初にちょっと申し上げたかなと思うんですけど、まあ機械化とかマニュアル化とかいうのって、実は他者へ の, なんていうの機会を広げる効果っていうのは実があるんじゃないかなと思っていて、新しいまあ SNS とかであの考えると分かりやすいところかなと思うんですけど、そういうあのなんていうの社会と技術 と, まあとか技術とか学術とか人の関わり方っていうのがあるのかなということを考えさせていただいたあの回だと思います。ありがとうございました。あの
私の場合は、まあ、正しくうろたえるというか節度を持ってうろたえようって思います。今後はあの中尾先生のようになんかこうあまりスパンを広げてなんかこうしっかりとかんどしっと構えるというのがなかなか私も総括上ちょっと難しいかもしれないんですなって思ったんですが、まあ、やっぱりこういうことが起きるともううろたえてしまうのが人間だっていうね北先生もおっしゃってたのでそれ仕方ないことだと思うんですけど、しかしうろたえるにしてもきっとなんか正しいうろたえ方というかあわあわし方って絶対あるはず でその正しくあわあわするためには日々しっかりと何かやっておくっていうことが大事なんじゃないかなっていう、まあそれこそべき論につながりがかもしれないんです、つながってしまうかもしれないんですが、まあ、そこでやっぱり、まあ、私も今後はだからあと数十年はまあ正しくあわあわして、生きていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、やっぱりコロナであってもあるいはその東日本大震災の時にも言われたことかなと思うんですけど、やっぱり今までと全然新しい社会が出てくるみたいなことがやれる一方で、なんだろう、まあ、表面的には新しい問題であったりとかその問題の出方がっていうのが違うところはあるかなと思うんですけれども、どちらかというとその、まあ、従来それまであったようないろんな問題というのは顕在化する目に見えてくるっていうところが大きいのかなというふうに思っています。でそういう中で、まあ、今回出てきた分断だったりとか先ほどのハンバーさんのその不安の話とかっていうのも、まあ、ある意味なんだろう、まあ、それをその 100% 肯定するその通りだねっていうことではないし、かといって、まあ、頭ごなしに否定するっていうことではなくて、まあ、ある意味そこを理解しつつ、まあそうですね、まあ、その不安とかを理解しながらどうやって、まあ、その先を探っていくのを一緒に探っていくのかなっていう、まあ、非常に当たり前のことですし、コロナと関係ないようなことになるのかなと思うんですけど、そういうようなことが重要になってくるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。なんかこういう僕ちょっとニューノーマルって言葉がちょっといつも引っかかってしまうんですけど、その理由をちょっと考えていました。でなんか、それを思い返すと多分環境についてよく考えるんですけれども、環境問題についてその時にこれよく言うんですけれども、僕たちの世代っていうのは、あの小中高という教育でずっとこう温暖化の対策を取りなさいと、君たちの将来の地球は危ないということをずっと言われてきていた世代だったと思います。でもうちょっと下の世代になってくるとそれに SDGs が入ってきて、でわかんないですけど5年後とかは多分パンデミックの話も絶対教育に入ってくると思います。でなんかそれをこうなんていうんですかね、ノーマルと押し付けられてしまうのが僕は聞きがけ悪いのでちょっと嫌だなと思ってしまうところがあって、まあだからこそこう考えることもできるとは思うんですけど、なんかそのあたりのこうことがすごくいつも気になって、だからこそこうちょっと一歩引いて大きい目線で物事を考えたいなっていうふうに自分は思うんだなっていうふうに思いました。なのでなんかその今のニューノーマルっていうのはおそらくまた数年後は本当のノーマルになっていて、ニューではない、もうすでにニューではないと思うんですけれども、そういうのになってると思うんで、なんかそのあたりをせっかくこう未来の何を研究すべきか研究ということなので、なんかその未来を考えるんであればそういう新しいが普通になる、その普通になった時にじゃあどう感じる人がいるのかみたいなことが気になるなと思っています。終わります。飛ばすんですっけ。はい、はい、いいですか。まあ皆さんのお話、いろいろの興味深いお話聞きながら、まあまあ、やっぱコロナっていうのはやっぱきっかけにまあ過ぎないんだろうなっていうふうにまあ感じていました。まあ、ここで語られてたような普遍的な問題とか、まあ、例えば多様性の問題であるとかですね、まあ、いろんな問題っていうのは別にコロナの前からあったわけですよね。あったけれどもそれは解決できなくて、でそれがまあコロナ禍というところで人々のまあ社会的なまあ関係とか、まあ、いわゆる絆みたいなものがまあちょっと目減りしたことで、まあ、人間というのはやっぱり非常にあの共感性高い動物ですので、まあそのある種のまあデメリットというか副産物として、まあ当然の個々人が孤立化することでまあ不安とか恐れみたいなのが喚起されて、でそこの中で今まであった生きづらさみたいな問題とかっていうのがまあ非常に際立ってきたということなんだろうなというふうに思います。でそう考えるとまあ普遍的な問題前からあったわけで、これはまあ絶対時間もかかるし長期的なスパンで考えなきゃ本当はいけない問題なんですよね。だからこそ、まあ、コロナ禍にあまりにもこう引っ張られすぎて、長期スパンのものを、なんていうんですかね、今すぐこうあの解決絶対しなきゃいけないっていうふうに、まあ、引っ張られすぎない方がいいのかなというふうに、まあ、中尾さんの話も聞きちょっと思ったりもしていましたし、当然まあ短期的に今あのものすごい大変なことになっている人たちに手を差し伸べることは当然やるべきなんですが、
まあ、このままだとまあなんかワクチンできたらよかったねっていうことで、あの社会がまあ元の木阿弥に戻って、長期的普遍的な課題っていうのがまあ取り残されてしまうみたいなことが起こってしまったら、それはそれで良くないかなというふうに考えて、まあ今日感じていました。以上です。まあ、多様な機会、この今回コロナがあって多様、まあ、他のいろんなツールが増えたということで、まあ、機会が増えた、働き方のいろんな、方法が増えたとかいうこともあって、まあ、多様なものを認めるっていう価値、さっきから言いましたけども、認めるにはさっき中尾さんが言われたサバサバっていうのはすごい重要だなと、すごい私の中ではすごい不意に落ちました。はい、以上です。それでは、松本先生お返しします。はい、皆さんありがとうございました。今日お聞きのようにですね、若い世代、あるいは若い世代とシニアの世代の間ぐらいの方もおられましたが、大変新鮮なご意見交換を聞かせていただきました。コロナが一つのきっかけに過ぎないというお話もあり、まあ、大変そうだろうという気もしましたし、9分の再発見という話も中村さんからありましたが、まさにそういうことを考えてみるという機会になっているのは間違いないんですね。ただまあ、ここに今日来られた方々は研究者だと思うんですけども、まあ平たく文系理系というのは良くないかもしれませんが、やはり少し考えが違うかな、その普段の研究行動がどう変わるか、あるいは変わらないかということを視点にお話があったように思うんですけど、これはまあ、あらゆる研究者で今問題がないといえば嘘になりますし、あると言っても嘘になるんですね。まあ、簡単に分けると、実験やってる人はその家にこもって実験はできませんから、大抵研究室へ行っちゃうんですよね。で、理論をやってる人は頭で考えるだけですから、別に何も変化ないという人もいます。あるいは逆に実験やってる人もできなくなったらですね、データがあるからその論文を書くのにいい時間だということで、かえって論文の生産性が上がったという方もおられます。さまざまなんですけども、この時代的に捉えるとコロナっていうイベントがあって、人間社会はどう変わったかっていうことは多分歴史が検証すると思うんですけども、まあ、いろんな立場でトライしてみるっていうことをさまざまおっしゃったと思うんで、まあ、いちいちごもっともなと思いました。たくさんキーワードをメモさせてもらいましたが、やはりこれから難しいのは、そういう時代を個人個人が自分の変化というものをどう評価するかということも大変重要になってくると思うんですね。過ぎ去ってしまって、しまったあの時にあれやっておけばよかったというふうにならないように、十分に考えて、この期間であればこそ何をやるべきかということを考えていただくと嬉しいかなと思います。まあ、高等研では何を研究するかを研究するというふうになってますから、まあ、それぞれの研究者が自分のやってきた研究は一体どういう意味があるのか、そんなことは考えなくていいというご意見もありましたし、そんなことは考えるべきだという意見もありましたし、まあ、それぞれの問題だと私は思っていますが、やはりマスとしてですね、研究者コミュニティが社会の中で何を果たすべきかということは一人一人の重ね合わせで決まりますので、頑張っていただきたいなと思いました。どうもありがとうございました。じゃあ今日のこれで終了したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。